彼女の名はひろみ。都内に住むごく普通の女子高生だった。だが彼女の体はすでに水地の呪いに侵食されていた。同級生たちはひろみに起こった不可解な出来事に驚愕し、そして怯えていた。それはある日のことが原因だった。ひろみは授業中に突然発作を起こし、発狂し始めた。全身汗にまみれ、何かに怯えるかのようにボールペンで自分の目をつぶし、自らの命を絶った。ひろみは何から逃れようとしていたのか。なぜ水地の呪いに侵されたのか。ひろみを襲う恐怖。ひろみはその瞳の奥に一体何を見たのか。なりわいを疑う者に問いかけて、好きな人できたんだ。ねえ、決めた？どこ行きたいか。ああ、飲みたい。君未成年でしょ。ダメだよ、未成年が酒なんか。うるせんだよ芋じじい。帰るよ。ごめんごめんごめん、行こう。うん、飲もうよ。いいよいいよね。うん。大丈夫？
かつくんだよ。バーカ。なんか言えよ。待ってたよ。友達じゃなかったの？あんたとか。クズ。カッ。出ちゃう。嘘嘘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 。あんたが悪いんだ。あんたが。